講演会は上越市内の企業と個人が企画する復興支援イベントの一つとして開かれました。講師を務めた山田治さんは翡翠工芸作家として活動する傍ら、災害ごみになった輪島塗の漆器を持ち主の許可を得て販売、売り上げを被災者に全額寄付する活動を続けています。この日は活動で訪れた被災地の現状などを市民に訴えました。もう元の人たちもう疲弊しちゃってるんですよね。もう経済的にも精神的にも参っちゃってるんですよ。そこをねちょっと分かってあげないと、能登半島地震の被災ったら分かんない。会場では復興支援のための募金も行われました。